池波翔太郎・真田太平機関とは、長野県上田市にある文学館。池波翔太郎の時代小説、真田太平機に関わる資料を中心に展示している。事業主体は、上田市で、正式名称は、上田市、池波翔太郎・真田太平機関である、全国文学館協議会加盟。池波は、真田ダ市をテーマに、時代小説を執筆するにあたって、上田へ。 足しげく通い、そのゆかりをもとに1998年11月23日に開館した。常設展示室には、初期の時代小説として発表された、田木工幕府の隠密に立ち向かう、晩年の真田信幸を描き、直木賞を受賞した、桜など、多くの関連作品のストーリーに沿った年表や、直筆の取材ノート、取材スクラップ、真田大平記の、 舞台裏を紹介するジオラマなどを展示した、サナダ大平記コーナーのほか、池波の遺品や自筆絵画などを展示した、作家、池波翔太郎コーナーがある。別棟のシアター館では、北国街道に面した老舗の昇華の蔵を生かし、オリジナル映像を、サナダ大平記の世界、上田攻め、サナダ雪村、大阪夏の陣などを上映し、ギャラリー館では、 風間館による差し絵の原画など展示している。また、両館への導線には、真田大平記にも登場する草のもののカラクリへのアトラクションが設置されている。記念館の収蔵品としては池波以外にも、地元出身の作家、久米正親にヤニッ順らの関連資料がある。ありがとうございます。